昨日までゲームやってたんですけど、えー、体調不良でお尻からまた血が出るやつで、で今回ひどいのは、年を取ったのか、白血球が少なくなったのか、一回出血したらずっと止まんない。一日中血がちょろちょろ出るというですね、僕は貧血で倒れるんじゃないかと。あ血,が血が足りねえ。ね、えー、ですよ。で、まあ、 そんなんなんで今日帰ってきてからもうちょっとなんだろうね。すぐ倒れるように寝ちゃって。で、今起きてっていう感じです。今もちょ,ち,ょいちょろちょろっとこう出血してるんですけど、傷が塞がらないなぁと思って。あ、これは今日はゲームは無理だなぁと思いまして。なので、えー、普段話してないアニメの話とかやります。 水、えー、星の魔女があそろそろ終わるんだっていうことらしいんです。らしいんです。びっくりした。僕もうちょっとやるのかなと思ってさ。だからあんな間延びした話やってて、だから、えっ、ー、と、水星の魔女は4クールやると思ってたの。ねあのー、何年かかけて、えー。10話やったら半年休んで、またもう1クールみたいなことやると思ってたの。そしたらさ、 あの来週か再来週に最終回だっつって、へーなんて、えー、思ったりしてるんです。つまり、どういうことかっていうと、水星の魔女ってそのガンダムファイトみたいなものをさ決闘と称してさ、学園内で戦ったりとか、キャラ紹介とキャラの設定を分からせるための話が前半の20話、全部使われてて、 その後半の4話ぐらいで畳みかけるように戦争とテロとが始まってる話でさだからみんなが20話かけて好きになったキャラクターがどんどん死んだり戦ったりっていうああこういう構成になってんのねと思ってさだると思ってさ一応0話からそこそこ見逃しもなくあの見てきた身としてはさ いつこれ面白くなるのかなと思って、えー、待ってたんですけどでも見てる人は別にガンダムファイトが見たいわけでも戦争が見たいわけでもなくて可愛いキャラクターがキャッキャキャッキャ恋愛したりとかあの、ね、その10代の若者が悩んだりするところに頑張れって言ったりとかあのピンクの髪の人とかね立ち直る話がすごいいいとか だからあの見る側が温室育ちで何の苦労も何の苦労もって言ったらあれだけどその日本がこう世界的にやばい状況に巻き込まれないで80年経ってるからそのリアリティラインというか共感ラインがさぐっとこう下がるというか上がるというか、うん、だって戦争の話してもうちら戦争しない国だからさみたいなところから入ってるからさ 平和国家日本だからさっていうところにあるからあのガンダムの在り方としてさ一応戦争もやるけどメインはその人間ドラマの,あそ,のそのキャラクターが何を考えてどう成長するのかみたいなあー話ですよあやりたいんだっていうさじゃあ別にロボット取っ払っちゃってよくないとかガンダムそもそもいらなくないっていう話であってさ あーなんかね、そんな風に見えちゃったんだよね。で、えー、そのタイトルが、まあ、秀逸っちゃ秀逸なんだけどさ、あのそもそもこの水星の魔女というタイトルはさ、タイトルはですよあー、なんでついたのっていうさ、なんか面白そうと思うようなタイトルだったのにさ、何が水星で何が魔女なのかが分からんというね。 えー、そのスレッタ・マーキュリーが水星出身であるとで、お母さんが魔女だと言われてるっていうさ、じゃあ、水星の魔女ってだ誰なんだっていうようなタイトルなんだけどさ、行々しくその魔女っていうタイトルをしててもさ、先作品中にさ、3回ぐらいしかさ、その魔女めみたいなこと言われなくてさ、しかもそれはシナリオとして用意された魔女めっていうセリフだからさ、なんか特許もなくさ、 放り込まれるだけだけからな、うん、これ,これタイトル負けしてんなと思ってさマージョが何かすんだろうなと思ってさプロスペラが何かすんだろうなと思ったら大してそんなこともせずにさやってる話であの僕は面白くなかったです、えー、最終回まであと何話かですけどこれを名作とか あもしくは今、そのなんだ、水星の魔女に乗っ取らなければみたいなので、えー、やってる人たちが、何楽しくて見てるのかがわかんないので、まあ僕が、僕が時代に置いてかれてるんだろうけどさ、うん、で、僕はこんだけゆっくりやってるから、あと2シーズンやると思ってたら、もう最終回だっつってね、ありがとうございましたっつって。 俺たちの戦いはこれからだっつってね、えー、やる話らしくて。まあ、今の時代らしいっちゃらしいよなっていう、その、いろんな根本的な問題を全部排除して、目の前の私は悲しいんですとか、友達がいなくなりましたとかさあ、また仲良くなりましたみたいな話をずっとやってるだけだから。 なんだろうあの、ほら、なんか、あの、シェアハウスに一緒に住んでさ、で、なんか、フェイクドキュメンタリーみたいなさ、ああいうの見て喜んでる人向けに作られてる番組っぽいなと思って、その、イケメンと美少女が出てきて、ちょっと恋愛っぽいこともしてみたりみたいなさ、それぞれのこう、家庭の影みたいなものが見え隠れしたりとかさ、ゴーゴーとかエラン君とか、地球寮とか、ああ、散々出してくるけど、 結局その深掘りはしない作品の方でも深掘りはしないし見てる方もそこの深掘りは自分に都合のいい解釈しかしないだから毎週毎週その、うん、ガンダムが放送されてからいろんな工作がされてるけど大体的外れというか一つのものにフォーカスしすぎてその軸がぶれちゃってるものしかないっていうさああこれは見たい人が見たいように見て適当な感想言ってんだなっていうのです じゃあこの、まあ、ガンダムである必要性すらなかったような気もするんですが、まあ、しょうがないよね。で、これが受けたっていうのがあるので、ガンプラもバカみたいに売れたらしいので、うん、なんかなと思うねあのあの。許せないとかじゃないわからない。な,なんで水星の魔女なんだっつまあ、ガンダム0 0ーもなんで0 0ーなんだって話でもあるし。 ガンダムシードがなんでシードなんですかってシード関係ないでしょっていうようなこととも一緒なので、ゼータガンダムの Z って何ですかダブルゼータって何ですかって話ですから。サブタイトルに意味がないっていうことではあるんだけど、なんか魔女,魔女っぽいことも何もせずに、あと1話か2話で終わるって言うんだから、まあ、それでいいのかなと。みんながいいんだったらいいですよっていう。ただ僕は、 なんだかんだ言って乗れなかったなっ。絵は綺麗でしたし、メカもかっこよかったんですけどな、ね、なんかね、見てない人申し訳ないですけど、ガンダムエアリアルが敵側にいてさ、あの <laughs> なんだっけ <laughs>、えっと、スレッタ・マーキュリーが乗るガン白いガンダムがさ、キャリバーンだっけ。ね、なんか、白いガンダムに乗るの。 全然、全然なんか、その、この、キャリバーンっていう機体そのものがさ、そんなに紹介されてないし、注目されてない話の中でさ、急にその、うん、ガンダムエアリアルが敵側に、ね、寝返ってというか、敵側に使用されて、ラスボスになっちゃってるから、急遽なんか、パーメットスコアの影響がどの頃で、うん の白いガンダムがあるから、それに乗れっつってさ。このキャリバーンっていうのが、あの、どうやら聖剣エクスカリバーンなんだって。から来てるらしいとかさ、うん、話なんだけどさ、なんだろうな。急に白いガンダム出されてさ、その、その、20話までさ、ガンダムエアリアルがさ、あの、 あいいもんの味方だと思っててさ、そしたらさ、違ったっつってさあ、あの、じゃあさ、最初にプラモ買った人たちとか、ど、どんな気持ちねえねえ、どんな気持ちってやつでしょ最後に出てくる、なんだろうな、何の説明もない真っ白いエアリアルのガンダムがさ、最後に主役機が乗る話ですってなってさ、ああああガ,ガンプラが売られてさ、 そ八つ咲きにされる、なんだっけえー、っと、赤い、赤いやつ。で、で、えー、デコニングじゃなくて。ね、あの、一番最初に負けた赤い機体だからさ、あの、全然プラモが売れ残ってたやつ。えー、とかさあ、なんかさ、そのロボットの使い方も、なんだろうなうろう、このガンプラがかっこいいから買おうとかじゃなくてさ、 出てくるモビルスーツが全部やられ役みたいなのとかも込みでさこの作品ロボットアニメとして SF アニメとしてなんかもう肝心なところが抜けてるんだなってでその肝心なところっていうのは多分ね思想なんだと思うんですよその一本筋の通った話じゃないんですよ。 これはもう、多分、大河内さんっていう人がね、悪いんだと思うんだけど、あ,あの、うん、なんかね、なんだか、見てて、だからどうしたいのみたいなさ。で、主人公若者だから甘く見てくださいというかさ、若者の成長を見守る話だからこれでいいのだ、みたいな、うん、ぶん投げでさ。で、この、 無責任な話に対して乗ってるファンもファンだしなぁと思ったりとかするので。なんかよくわかんない、その側の埋め方がうまい。ね、綺麗な絵を持ってきたり、綺麗なそのモビルスーツを持ってきたりっていうことができるんだけど、結局主軸が空洞だからさ、あの、この話を見て面白かったなとか、良かったなっていう気になれないっていうね。 みんなはなんでそんなに乗れてるのっていうのがあって、えー、びっくりしました。で、そ,それはもうタイ,タイトル負けですよ。っていうのと、これです、ね、もう今のご時世ね、ロシアとウクライナがどうとかで、えー、ウラジミールじゃなくて、なんだっけ、あのー、あのなんかあの民,民間軍事会社のワ,ワグネルだ、ワグネルの偉い人がさ、 ああロシアになんか侵攻したっつってさ、一日でそれがさ、やっぱり僕やめますっつって、ベラルーシに行きますっつって、48時間消息を絶ったっつってさ、<laughs> うるさい、うるさい SNS がずっと黙ったままで行方不明であるとかって言われててさ、はあ、バカだなと思うから、現実の戦争がそんなだから、あのあの、 ね、作り物の話がもっとも白るものになるかって言ったらならないわけだけど、僕は多分決定的に、あのー、その、昔から学園物っていうのが嫌いだったんだなっていう。あのー、もうね、学園が舞台になって制服着てダーリンとかね、行ったりする話が、まあ、総じて嫌いだったんだなっていうさ、あの <laughs>、 もものも多分一個っていると思いますなんかさその、私立大学の、ね、エリートばっかり入るようなさ、コロニー学校みたいなのを舞台にしてさ、ガンダム決闘みたいなのをやってるところからさで、そこに差別があったりとかっていうのを入れ込む割にさ、あのトマト育ててみたりとかさ、まあ、ト,トマトをそば育てるて特権というのがさ、ねあの、総裁の娘だからっていうので。 何でも許されてる。あ,あれを持ってきてるあたりとかさ。あと、そのミリオネの成長とか。っていうか、なんであのミリオネってやつは。地球領に行って説得しに行って、なんかそこでテロが起こって私のせいじゃないって言ったけど、私のせいで人が死んだっつってさ、2週間ぐらい落ち込んだりとかしてさ、バカじゃねえのっていうさ。あの、まあ、そんなんなんだろうなとは思うんですけど。あの か完成されてる人間としては描かないんだろうけど腹立ちますねあれねだから最初からダブスタクソ親父からずっとそうですよあの親に反抗したりとか目先のことしか考えないで、えー、そんなんで振る舞っててさ地球に逃げたいとか最初言ってた人間がさあのでなんかシーツにくるまって暗い部屋の中で落ち込んだりとかしてバカなんじゃねえのって思っなんで考えないんだこいつらはって え、思うんだけど、その、考えないから、考えない人も見てるから、あれでちょうどいいんだなっていうさ、あ,あの悩みをみんな抱えてるんだなっていう。解決能力を持たない、この若者がさ、これ見て喜んでるっていうのはさ、僕もわかんないっつって見てるってことだよなぁと思ってさ、そもそも、そもそもさ、あの、あの、 あ,あそうそう。だから、う学園ものがね、その、ファイナルファンタジーシリーズ、今16が出ててね、あの、もうクリア報告とかが続々と今出てるんですけど、僕の一番嫌いなファイナルファンタジーって、あの、ファイナルファンタジー8なんですね。あれ、学園者でさ、スコールとリノアとさ、とにかく学園の価値観からずっと出ないまんまさ、あ、あれも魔女を最後倒す話でしたね。大嫌いでした。 あ,あと、うるせえやつらが好きじゃないのも、基本学園ものだからです。ありえない学園もので、そのありえないファンタジーにみんなが酔いしれるっていうかさ、こんな夢みたいな美少女に囲まれて、毎日どんちゃん騒ぎをするような学園生活を送りたかったっていうさ、その、しょうもない夢をさ、このアニメに乗っけて、それを一生懸命見る。まあ、今で言うと、その、 あの、なんか冴えない男の子がなぜか美少女に気に入られてさ、なんかからかわれてみたりとかさ、あ <laughs> するう、するだけ、そこに理由は何もない。相手が可愛ければそれでいいっていうさ、西方とかさ、あ僕の心のやばいやつとかさ、あれが好きになれないのもやっぱ学園のであり、そのう、学生時代にこんなことをしたかったっていうさ、 すんごい美人の人と、なんか、こう、ね、あの純愛をしたかったみたいなさ。いろんなことしたかった。だけど僕はそれができなかったから、アニメを見るんだ。もしくは、その現、現役で学生をやってる時にさ、すごい地味なせ生活をしてさ、それはさ、若者なんだから一歩踏み出せばいいじゃないっていうことなんだけど、それをすると浮くし、 もしかしたらいじめられる対象になるかもしれないと思って勉強だけ頑張ってそのクラスの中の,あのコミュニケーションでとにかく孤立しないように孤立しないようにっていうさそういう気遣った生活をした結果さそのその幻想で求めるものがさそのなんだろう自分が絶対に悪くならない世界で夢のこうね自分が理想とする だから学校そのものを異世界化してしまおう的な考えでもあるよなと思ってさ、それが多分ね、その大昔からあったんですよ、うるせえやつらの頃からあそ、そういう身勝手な夢を持つ人がたくさんいてあの、僕はそれがとても気持ち悪いなと思ってたから、あまあこう離れていたんですけどもそういう、そういうのが好きだっていう人からも離れたりもしてたけど、結局、水星の魔女もそういうとこだなと思って。 逆にだから楽しく見れてる学園ものって少なくて、えー、僕2個だけでしたね。響けユーフォニアムっていうやつとう、スキップとローファーっていう、今やってるけどあんま人気が出ない。この2つの学園ものぐらいが、まあそこそこ見れて面白いなんつって、えー、あ,あとあのテ、テニスや、軟式テニスやるやつで、あの <laughs> 一気で話が終わったやつ、タイトル忘れちゃったらごめんなさい。 あれぐらいでさ、3つぐらいでさ、あと大体いい気持ち悪いんだよね、その欲望というか、願望、しかもその願望がさ、本来は自分のち力でさ、あの、作り上げるさ、学校の中でポジションを作り上げるものなのに、天から降ってくるように美少女が、 自分のことに好意を持ってくれてさ、なんとなく理想のデートみたいなさ、僕はこんなことしかできないけれどっていうさ、あのー、作者の考えるさ、あのー、自分の恥ずかしい失敗みたいなのを重ねながら、そこを今度はまた理想の彼女がフォローしてくれるみたいなさ、気持ち悪っつってあの、お前は本当に、だからそ、その結果何がしたいんだよって話でもあるからさ。 ね、人と付き合ったり、おデートするのは楽しいですよってことをやりたいんだろうけどさ、うん、そのおデートごっことかさ、なんだっけな、僕、あの、なんか深夜アニメでね、あの、今年気づいたことがあってね、あのね、なんだっけ、なんかね、見つめ合って、まあまあ、彼氏と彼女状態で、えー、まあ彼氏の部屋か彼女の部屋かわかんないんだけど、二人っきりでさ、なんか、 そのお話しするみたいな回があってさ、多分あれね、10分か15分ぐらいね、ずっとね、なんか背中をこうぴったり合わせてさ、背中を彼氏と彼女が合わせてさ、顔を合わせないまんまさ、お互いの体温を感じながらさ、なんかお話をするっていう、なんか,か顔を見て言うと素直に言えないからっつってさ、あなたのこういうとこが素敵ですみたいなのを15分、15分の尺たっぷり使ってやるシーンが。 あってでそれを見た時にあって気づいたんだよねあ,あそっかこの15分をたっぷり楽しみたい人っていうのはこれを経験したことがない人なんだっていうさその彼氏とか彼女とこういうことを理想としながらも現実世界でできない人がお話の中でこれをそのエンタメとして作り上げる時にさそのまあなんか楽しい時間は一瞬で過ぎるとかさ その時間が永遠に感じるとか、これが永遠になればいいのにみたいなことも含めて、その5分で済むようなその体験がさ、15分に拡張されてるの。もうまどろっこしい、かったるい。でもその、その時間に浸りたい人は、アニメを見てその時間に浸りたい人は、それが1秒でも長く続けばいいと思ってるから、自分が見てる幸せが1秒でも長く、だからこれはもう本当に、 あの麻薬的なものだよなと思ったりするの何の役にも立たないその15分を何回も反数してその持てない人は生きるわけでしょっていうのでさあの、ね、だって現実には理想の彼女が現れないからあ,あとなんだっけあこ今期始まって僕全然もう,あもう吐き気がしてダメだめだっていうのがお隣に銀河っていうのがあってさ お隣に銀河のあのラブシーンはもう見るに耐えないね。あの、あんな女いるわけないじゃんっていうのとか、あんな男もいるわけないじゃんみたいなのも込みで、その、作者が理想とする純愛をあそこに入れ込もうとして、あの、っていうか、まあ最初からなんか金髪で巨乳で、漫画のアシスタントで上手くて、みたいなのとかさ、 性格も良くって、みたいなあ。いるわけないようなの、バーンと出されてさ、急に好きですなんて言われるとこから始まるっていうさ、あ,あるわけないんだからっていうのがあってさ、で、どっちも努力しないまんまさ、なんか、なんとなく付き合うみたいな感じになるところも含めて、ところどころ飛ばしてからわかんないけど、ガンダムほど見てないからわかんないけどあ、今の時代はこれなんだなっていう、天から、 天から何か降ってこないから、ああ、女神様が降ってこないから、みたいな、え、ことなんだな、なんていう風に思って、余計に嫌になりましたね。まあ、そんな水星の魔女ですが、エピソード0は良かったね。だからもうエピソード0で騙されたんだよな、と思ってさ、そもそもあの、デリング総統がさ、なんでさ、あの、ガンドアーム計画をさ、泣き物にしようとしてさ、まあね、 あんな悪者扱いされて、そりゃ恨み買うよと思ってさ、その医,医療の研究をしてさ、宇宙進出するために必要な研究をしてたらさ、これは危険だってさ、あーね、今日、襲ってさ、流してるっていうそのこ。このおじさん悪いのに全然生きてるしさ、ああの <laughs> 復讐がなされてないんだよなんとか。あー でもやっぱりエピソードゼロが一番そのね、あの人殺しもあるし、人は死ぬし、えー、最年少で人殺しをさせることもね、お星様みたいで綺麗だね、なんつって、ガンダムルーブリスしか出てこないあの話が一番面白かったってさ、結局あのゼロ話を超える話が、その今最終話直前まで来て、その出てないっていうか、まあ、キャラクターを出しすぎ、出しすぎたわけではないんだろうけど、 まあ和数が少ないんだと思うんだけど全然戦わないまま急にその残り5話でさあれよあれよといろいろ学園が破壊されたりとかさテロ活動とかさしてされたりとかしてさでも戦争にまで突入しないというかなかなか戦争が始まらないっていうあのことも含めてねなんか そ,そもそもそこを説明してないからでなんかねいい人っぽくデリングが映ってたよね奥さんのためにだから結局要約するとさそのデリングはデリングでさその自分と自分の嫁さんと自分の娘で嫁さんのこと大好きだから嫁さんの思想をとち相入れないようなその組織みたいなのは潰さなきゃっていうので潰してるっていうさそういう構図にしかならないんですよ。 うん、だからつまりどういうことかというとその、見識の狭さですよね、他人を許さないっていうさ、あの自分の権力を拡大するためにこれは潰すんだっ,つってさで、しかもそこにはその大義として自分の嫁さんの研究みたいなものがあってさ、こっちの方が正しいんだってってさ、それでやりきるみたいなさ、それであのガンダム封印するみたいなさ、呪われてるみたいなことにしてさ。あの やってるっててるうさだから結局これは何かっついうとさその一つの国のものの見方が一方向にしか向いてないっていう怖さを描くわけですよあのため多面性がないわけですよねこういう場合もあるしむしろ相手の立場に立って考えたらどうなんだとかさああそういうことが一切ないまんまんのゼロアはさその2つの思想がぶつかり合った結果そのあの テロ認定としてさ、なんか、襲いましたみたいな、事故が起こりましたみたいなさ。で、そしてこれからガンダムは作りませんようにしますっていうのが0話だったわけ。0話だったわけ。うん、で、これが、結局、この0話を見て、あっテレビアニメでこんなに人殺しとかするんだとか、最年少人殺し記録を更新したなとかさ、えー、エリクトがこ更新したなとか思う、エリーが更新したなとか思うわけですよ。だけど、 結局、その、その後の0話の引っ張りというか、求心力は、結局、20話まで引っ張れないわけですよ。それから何年後ってさ、水星から転校生が来ましたからさ、何からさ、っていう感じで、なんか乗れなかったなって。で、なんかね、全員がアホみたいに、 見えるのね。その、まあ、しょうがないんだけど、成長するためには足りない部分がないと、あれなんだけど、いわゆる主人公と言われてるスレッタ・マーキュリーがさ、まずこの子は何も知らないわけじゃん。あの、その、ね、何にも知らない彗星の田舎者としてさ、いろんなルールも知らないし、常識も知らないし、お母さんの言うことが全てだし、ってということで、象徴するのは無知なわけですよ。 で、ミオリネは、その逆に言うとその、いろんなものを知ってますよって言う割には、結局その、親の七光で生きてて、えー、その立場がなければ何もできないし、自分から学ぼうともしないわけ。学校の勉強だけできればいいんでしょうつって、世界を見てこなかった結果、その20話でシーツかぶってガタガタ震えるようなキャラクターになるわけ。なんでこんなバカ書くんだろうなと思うの。それで世間知らずのグレン、えー、グエンですよ。 ガンダムファイトで一番最初に負けて学園を追い出されて、えー、なんだろうな、なんか、インドに一人旅をして精神修行みたいなさ、地球寮に行って子供が救えなくてとかさ、いうのをやってるけどさ、あの結局やってることがさ、まあ、甘ちゃんというかさ、ね、親父殺しまでしたとかって言うけどさ、 な全部が全部さその理、理想の失敗と立ち直りをしてる人間だからさ、やっぱこれにも乗れないんだよね。あのはいはい、テンプレテンプレ、みたいなさあの、はい、主人公復活、主人公復活、みたいな。復活したと思ったら、今度弟がねおあの、お兄ちゃんはあんまりにもできすぎるんだから、あの僕はそんなお兄ちゃんが憎いっつって、はぁっていうさ。<laughs> で 今流行りのその,あの共和に放火事件であるとか、あの、その安倍ちゃんをさ、鉄砲でバーンとやった人みたいに、無敵の人としてシャディクが描かれた。だから、現代は反映はしているんだけど、そのキャラクターそれぞれの持ってるポテンシャルというかさ、うんがさ、あまりにも薄味すぎてさ、全然乗れなかった。 なんだろうね、その二重はそこそこでなんとかしようって言うからこうなるのかもしれないけど、結局面白くなかったなーって。だから僕、その第2期のオープニングとエンディングってさ、我慢してたの。あのこ今回の第2期のやつの音楽があんまり良くないなーと思っててもさ、真っ赤なスレッター・マーキュリーが8人か何かいて、上に下になんかファンネルをこう、やるエンディングとかさ、 嫌だなーって。ま、あ一期のエンディングも、なんだろ、う、鉛筆書きみたいなあのエンディング、誰がいいと思ってんだろうなとも思ったんだけど、あのー、それも込みでね、あのー、我慢してたの。ね、三期にいい曲が来ればいいなーと思ってたの。そしたら三期がないって言うからさ <laughs>、ええー、あの、伝統でガンダムは一年やるんじゃないのと思ったら、まあ、そういう伝統も全部見直した結果なんだろうけど、 うんなんか短く、お祭り、うん、しかも中途,、うん、中途半端なフェスみたいな感じで、水星の魔女はあ消費されたなーなんていうふうに思います。まあでも、そのように作ってるからね、うん、そのように作ってるからなーと思うんだけど、うん、まあ面白くなかったねあの、うんその。キャラクターデザインもいいし、 ガンダムのデザインも、いわゆる女性のラインのガンダムみたいなさ、太ももが大きいガンダムみたいなさ、ああいうので新しいなとか、そのね、うんうん、思ったりもしてたんだけど、うんうん、まあ、蓋を開けてみたらさ、なんか学園で乳くり合ってる人たち、 で自分たちがなんだろう成長したと思い込んでる成長してない人たちを見てるような話だったのであんまり好きじゃなかったですって話でした。えー、というわけで今日の話は「水星の魔女とは何だったのか?」っていう話でした。終わります。